こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、パンデイロ編。この動画ではパンデイロの持ち方について解説していきます。パンデイロを叩けるようになりたいと始めたビギナーのうちですね、10人に約8人ぐらいはパンデイロが持てなくて挫折してしまいます。それぐらい持つのが難しいというか、持ちづらい楽器なんですよね。持てることさえできれば、その後はもう楽しいパンデイロワールドが待っていますので、ぜひ一緒に持てるように練習しましょう。これからパンデイロを始めたいという方で、もしまだご自身の楽器を購入されていない場合は、楽器選びの一番の決め手は軽さです。お店の中でもう一番軽いのを選ぶぐらいの気持ちでいてください。それぐらいですね、重いパンデイロっていうのは演奏するのが難しいし、そもそももう持てないっていう問題がありますので、最初の1台はとにかく軽いものを選ぶことをお勧めします。ではいよいよパンデイロ持ってみましょう。右利きの人は基本的に右で叩くので左手で持つことが多いです。でも別に絶対こうって決まってるわけではないので、実際に持ってみて手に馴染む方で大丈夫です。持ち方としては、このパンデイロのジングルがついてない部分が一箇所ありますので、この部分を持ちます。手のひらと指の付け根の部分。この境界線のところですね。ここに、このパンデイロの縁がちょうど乗っかるようにします。こう、浅くても深くてもダメです。ちょうどこの指の付け根にこのパンデイロの縁が乗るような形です。それで指を折り曲げて握って安定させる。こんな感じですね。理想的には、この指の付け根のところと指の先端だけで、このパンデイロをホールドして、こう、親指はですね、もう自由に動かせるようになるのがベストです。でも多分これいきなりはですね、持てないと思います。どうですか？できてますか？できたら素晴らしい。でも多分ね、これできないと思いますので、ちょっとゆっくり見ていきましょう。はい、持つ方の手ですね。この指の付け根のちょっと肉があるところ。これを手のひらを少し丸めて膨らませてあげます。なんというか、こう、肉のダムっていうか、引っかかるようにですね。で、この引っかかり部分にパンデイロがうまくこう乗るようにしてあげます。これは手のひらがですね、厚い人の方が、有利かもしれません。こう手のひらが薄い人はですね、ちょっとスルッと滑ってしまって難しいかもしれないんですけれども、なるべくこう丸めてここに肉を作ってあげて、この肉に縁が引っかかるようにすると。今、こっちの指は、この木の縁を押さえているような状態です。はい、こんな感じ。前回の動画でお伝えしました通り、こういったですね、トラディショナルなパンデイロの場合は普通グリップがついてなくて、ただの木の枠なので、これをこう肉と指先で持つっていうのはなかなか大変なんですよ。この指と手のひらが痛くなるっていうのと、もうこの手首の腱ですね。この辺がすごく痛くなると思うので、試してみてどうしても持てない、痛いというようであれば、やっぱりこうグリップをつけた方がいいと思います。はい、では指の付け根と指先で軽くホールドすることができましたら、最後この親指をですね、付け根からかぶせて挟み込む。こんな感じです。で、基本の構え方としては、こう腕から一直線上にこのパンデイロの直径があるというような状態ですね。まあ、つまりこうでもなくてこうでもなくて、腕からまっすぐ伸びた線がパンデイロのちょうど真ん中、直径を通るような感じです。こうですね。はい、腕に対して一直線にパンデイロを持つことができたら、手首はですね、意識してこれもなるべくこう面が平らになるように、つまりこういうふうに、寝てしまったりこう極端に煽っている状態ではなくて、まあ、なるべく腕からまっすぐな状態を保てるぐらいに固定します。というのもゆくゆくはこちらの手でこうパンデイロを振っていきますので、こう手首が寝てたり、まあ、腕に対してパンデイロが変な方向を向いてたりするとこう綺麗に振れませんので、なるべくこの腕の軸に対してまっすぐで、面も、寝すぎず煽りすぎず、ちょうどいいところで振れるようにします。今試しにちょっと振ってみましょうか。パンデイロを持って腕をまっすぐ伸ばします。で、まあ、この軸に対して回転させるように振ってみてください。どうですか？できますか？ゼロから始めるパーカッションのタンバリン編でもありました回転させる奏法ですね。あれと全く同じです。それで最終的な演奏フォームとしては、だいたいおへその前ぐらいに楽器が来るように、まあ、ちょっとこうまっすぐよりも、斜め下、まあ、楽にこう腕を下ろしたぐらいの角度で構えて、こういうふうにパンデイロを振れるようにします。パンデイロを始めたうちはとにかく持つことに習いましょう。おさらいすると、持つ方の手、指の付け根の肉の部分と指の先端でパンデイロを、挟み込んで、親指で安定させます。で、構えとしては自分の大体おへその前くらいに楽器が来るようにして、できたら軽く回転させて、慣れましょう。これを1日5分、できたらやってください。毎日5分やってだいたい1ヶ月ぐらいすればですね、まあもう全く問題なく振れるようになります。1ヶ月もかかるんだと、まあ思いかもしれないですけど、まあ僕もだいたい1ヶ月ぐらいかかりましたね。まあ根気よく気長にチャレンジしていただければと思います。はい、練習終わりましたらですね、多分普段使ってない筋肉をすごく使ったと思うので、しっかりとストレッチをしてあげてください。まあ、下手すると腱鞘炎にもなりかねませんので、しっかりと手の状態を確認しつつ、毎日の練習に取り組んでください。はい。というわけで、パンデイロの持ち方について解説しました。パンデイロ、無事持てた人、おめでとうございます。パンデイロ、持てなかった人、大丈夫です。みんなここはつまずくところなので、昨日より今日、今日より明日で、慣れていけばですね、ある日、あ、なんか持つの楽になったかもって、なりますので、着実に練習していきましょう。あとはやっぱりグリップですね。グリップがあるとだいぶ持つ難易度が下がりますので、ホームセンターなどで売っているゴム、ちょうどいい大きさに切って、この接着剤でくっつければそれだけで大丈夫なので、持てないなという人はですね、ぜひグリップの接着も検討してみてください。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また